中野騒動は、旧品野国北部の幕府領、旗本領を管轄する中野県で、明治3年に発生したよなおし一期である。主張は、年貢削減、特権的合商の告発、新税廃止など。明治3年9月17日に、稲県から分立して、中野県が成立した。高石和道大三次は、民部省の意向を受け、増税策を、 次々と打ち出したが、かねてより偽金の流入による経済の混乱や、米価の上昇によって困窮する農民の不満は増大していた。近隣の松代藩や須坂藩で発生した一期税の要求項目の一部が、藩当局に聞き入れられると、中野県にも波及することとなった。12月19日、高井軍港井の村から発生した一期税約2000人が、 幅村に集結して、中野町に向かい、特権適合の大家商家を打ち壊しし、中野県庁を焼き打ちし、権利を殺害した。高石次第三次は逃亡し、松代藩にかくまわれ謹慎となった。これを受けて、松代藩ほか、各藩兵が鎮圧に向かい、12月21日になって、一期税は退散した。翌年1月6日から、明治政府軍によって、 一機の参加者の探索が進められ、約600名が逮捕された。2月27日には、残首刑6名、公死刑22名、時刑10年124名、その他処罰数百名などが刑に処された。県庁消失後は、法運寺が仮庁舎として暫定的に使用されていたが、公認の立木県前県知事は、 中野での県庁再建を断念し、長野への異常を政府に上申し、大上官布告によって7月25日に長野県が成立した。なお立木は1873年に福岡県で筑前竹槍一揆が起こると、鎮圧後の福岡県令として転任した。ありがとうございます。